さあ、今日は私もみるるんも参加した超アイドル選抜の曲を聴いてください。ね、みるるん超アイドル選抜選ばれましたけど、嬉しいな。びっくりした。でもみるるんは顔が本当に可愛くて、案外声はね、は、スキーではないけど、なんていうか。かな。ね、そこも私はいいとこやと思う。歌も上手なんですよ、意外と。あ、嬉しいわ。ね、おしゃれさんで。 ま、白間財閥な時やって、ま、そう当たり前か。お金があれば何でも手に入れれるからね。あ、何でもじゃないな。やっぱ、お金で買えないものもあるからね、見るのあるよね。だって見るお金があっても、漫画のキャラクターとかにはなれへんやろ、やっぱり。その人たちが持ってる才能あるやん、なんか。それは、やっぱ非現実的やから。分かってる、見る そういうのは無理やねんね。うん、無理じゃない。無理、無理。無理じゃない。絶対無理。無理って思ってるから無理なだけで、無理って思ってなかったじゃあもうかル返ろ。してよ。無理やろ。ここではちょっとな、やっぱ狭いから、見せれへんけど。できんのできるよ。へえ。ー。練習してるもん。変わってますね。変わってますね、ミルナ。まあ、そんな感じなんで。はい。で。ミルナは緊張しいやから。緊張しいですぐに泣いて。そう。 あともう一歩でさなんかやっぱ殻を破ってなんか一歩成長できそうなもったいない最なんか見るわは頑張りますなんか MC とかでもさなんか出たいけど出れへんみたいな見るはオッケーな見るオッケーじゃない見るな頑張り頑張り見る分かった見るるん見るわなはい いいもんばっかり持ってんのにな殻を破れてないなほんまにわかったじゃあそんな真面目な話でしたら泣けてくるからさもっと見るは自分を出してもいいと思う出すわじゃあ出す隠さずに出すほんまにほんまにじゃあ言っていいの何をあのこともだから何をあのことってどんなことしてるかそれは言われててもね あじゃあ,あ<の>もう言わなくていいか、うん、でも皆さんに「ミル」は実は面白くてちょっと変態でね、はい、実はねそういう部分があるということをね知っ、うん、てもらえただけでも成長やで、うん、ありがとうございますミルルの新たな一面をね、はい、見れてきっと皆さん嬉しいと思うからはい、はい、まあこんな感じですけど、はい